シモーネ・ペペは、イタリア・アルバーノ・ラツヤーレ出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションは FW であった。AS ローマの下部組織に入団し期限付き遺跡で、経験を積んだ後、セリエ B の US チッタディ・パレルモへ、共同保有の形で遺跡。2004から05シーズンには、ピアチェンザカルチョへ期限付き遺跡し30試合で12得点を、挙げる。 2005から06シーズン半ばに、パレルモから、ウディネーゼカルチョへ完全移籍。2006から07シーズンは、カリアリカルチョへ期限付き移籍。2007から08シーズンに、ウディネーゼへ復帰すると、ファビオ・クワリアレラ、アントニオ・ディナターレと3トップを形成し、他の2人に比べ得点力は劣るものの豊富な、運動量と献身的な守備、セットプレーでのチャンスメイクで貢献。 7位でシーズンを終え UEFA カップ出場権を獲得した。2009から10シーズン終了後、完全移籍オプション付きの期限付き移籍で、ユベントス FC へ加入。レンタル代は260万ユーロ。2010から11シーズン終了後に750万ユーロで、ユベントスへ完全移籍した。翌2011から12シーズンは、 アントニオ・コンテ新監督のもと、4から3から3の右ウィングのポジションで、ミロシュクラシッチからレギュラーを勝ち取った。2012年夏には、ウディネーゼ時代の八王朝告発の義務違反の容疑がかけられたが、ペナルティはなかった。2012から13シーズンは怪我で、ラツヨ戦の20分以外出場できなかった。2015年夏、 契約満了に伴いユベントスを退団し、AC キエーボ・ベローナに加入。翌年8月22日、セリエ A に昇格したデルフィーノ・ペスカーラ1936と1年契約を交わした。2016から17シーズン終了後、現役引退を発表。2008年に、マルチェロ・リッピ監督からイタリア代表に招集された。 2008年10月に行われた2010ワットハイ、欧州予選のブルガリア戦で代表デビューを果たした。2010FIFA ワールドカップのメンバーに選出され、グループリーグの全3試合に先発出場した。イタリア代表では通算23試合に出場した。ありがとうございます。